そういう時に必ず作っていた、はいはい、山の幸の、ねはい、食べ物ってのがあるんですよね。そうそう、何でしたっけ。あ、とちもちなんですよ。とちもち、うん、とちもち。それはどうしてもね、はい、お正月にあのなくてはならない、うん、あの一品のごそなんですね。そのとちもち作りの名人がこちらに、あ、こちら、あのいらっしゃるんですね。こんにちは、お邪魔します。これとちもみ、これ、そうそう、うわ、こんにちは、はい、これなんか 、はい、見た目これほとんど栗ですね。あ、そうですね、見た目は似てると思います。ちょっと形が全然違いますね。少し硬いと思います。それで、はい、すごい硬い、だんだん硬い、もう硬いです、うん、でこれを乾燥させてから、はい、水につけて柔らかくして皮を剥くんですけれども、その今皮を剥くところにいらっしゃいますとちもち作り名人の板垣桃江さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。これ今皮剥いてるんですね。皮剥いてます。これやっぱ水にかさ、あの、つけないとこれ皮むけないんですね。はい、ふやきないとね、はい、この木のね、この使い込んだ道具を、はい、これまたすごい、これ年金入ってますね。はい、これでも簡単にやってます。僕らでもこれできるんですかね。あ、できます、お願いします。いいですか、はい、やらせてもらいますって。やば、ちょっとこういうの見たらすぐやりたくなるんですね。でも藤波さん力持ちだから、ね、はい、大丈夫そうですね。大丈夫、これパキパキ割れそうですね。大丈夫、これここでいいのかな。え、剥けませんよ。いやいや、いいね、上手だ、上手。結構難しいですか。これ剥け、難しい。ほとんど剥けてないです。ほとんど剥けてないね。コツがあるんですね、これね。ああ、こうやって剥くんだね。ほら、ちょっと剥けてきました。ちょっと剥けました。それで思いっきりバツって言わせれば。ね、はい、ほとんど手で剥いてる感じになってますね。剥けてきてね、でも身が見えてきましたね。ね、こういう、でもほとんどこれ、うん、栗みたいな身なんですね。うん、あ、出てきました。つるっと。中は黄色いです。うん、このままでは食べられないのね。そうなんですよ、このままだとまだあれ、あの、はい、大丈夫なの、はい、あの食べられないので、ここでこういう風にして灰を入れるんです。はい、灰と一緒に、はい、火を燃やした灰と一緒に煮込んで、でアクを抜くと。アクを抜かないとね、はい、でこれ土地の実で作ったら土地も食べてみたいですね。食べてみたいですか。はい、はい、綺麗な声。今行きます。今高根の女性陣、皆さんお集まりです。こんにちは。今行くじゃん。あったかい手だね。こちこち見たら手だね。あ、これがそうなんです。とちもちですか。で、先ほどあの、はい、アクを抜いたとちの実をもち米と合わせたものがこちらに入ってる、はい、では藤田さんにこのとちもちの仕上げを、はい、お願いします。いいですか。はい、はい、よいしょ。重なるプラトーキはよいしょ、よいしょ、よいしょ。いやー、すごい、やっぱ力強いですね、やっぱり。いいね、こうやって餅はこうやってね、手作りじゃないとね。出来上がり、ほとんどこれでもうね、出来上がりですね。これ、とち餅は、これあの、もち米にじゃあ、とちの実を。こう入れるんですね。蒸したとちの実とこのもち米を合わせて、はい、でこうついていくんです。綺麗ですね。あ、でこれからあの一口サイズにちぎってですね、はい、あんこをまぶして食べられるようになります。わ、柔らかい、弾力性がありますね、これね。結構しっかりしたあの餅ができるんですね、これね。あらら、はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい、もう、はい、もう、うわー、うまそうだな、これ。これ、あの、つきたてのこれ、とちもちってうまいんでしょうね。やっぱり出来たては何でも美味しいと思いますよ。なかなかこれ、あの、とちもちってこう食べられませんからね。どうぞ、一個食べてください。はい、いただきます。はい、今、つきたてのね、とちもちを。つきたてのとちもち、いただきます。うまい、美味しい。よかった、うん、あ、美味しいですか。いい香り。あ、うん、あのね、高根では ね、お正月になると子供も大人も喜んで食べてますよ。ああ、なんか帰りたくなるね。ふるさとっていいね。はい、俺も今年帰ろうかな、お正月。どうぞどうぞ。藤波さん、それでそのとちもちの他にもう一つ、うん、お正月に欠かせない料理用意していただいたんです。これは、これ大海と地元の方が呼んでる料理なんですが、
鶏肉で出汁を取って、でごぼうとか里芋とかこんにゃくとか山の幸をふんだんに盛り込んだ、銀杏も入ってますね、料理なんです。今日は15食、15種類の具が入っているということですね。あ、銀杏も入って、ほら椎茸。藤波さん、高値では、美味しいっていうことを、メノーって言うんですよ。メノー、上手だ、上手ですね。メノーですよ。メノー、うまい、本当にうまい。メノー、もういっぱい食べてください。いっぱいおかわりして、まあ、美咲さん、こういう土地持ちですとか、大会ですとかね、いろいろな料理を作って、また今年も冬、お正月をこうね、はいはい、迎えるわけですよね。もうすぐ お正月なんでね、このようなごちそうたくさん、やって皆さんで喜んで食べて元気になります。あ、ね、はい、ね、これ恋しくて帰ってくるんでしょうね、皆さんね。そうなんですよ。でも、藤波さん、はい、ここまでご覧になって冬支度、はい、いかがでしたか？いや、これからの冬でね、雪が降ってくるわけでしょ、はい、そういう中でもここ大変かなと思ったけど、明るいですよね、皆さんね。あの元気なお母さんたちなんです。お母さんたちすごい、すごいですね。食べてもらわね、こういうでも昔ながらの光景残してほしいね。ね、こういうゆっくりした、こういう時間好きだな。元気にね、これから村を盛り立てていかれると思います、ね、この奥さんたち ね、はい、しっかりと栄養を守っている方なんですよね、はい、ご苦労様です。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。たくさんもうまそうだ、はい、そして明日はこのお隣の村上市から放送します、名物の岩船麩をご紹介します。ではまだ少し時間がありますから、はい、とちもちもう一つついていきましょう。はい、はい、します。いや、よし、はい、また。